はい、グッドモーニングエブリワーで9時半になりましたね、ナギです。夕べはまた遅くまで、起きてしまったので、今日は割と7時ぐらいまで寝ました。まあちょっと調子悪かったもあるんですけどね。まあでも結局は、お腹が調子悪くて、2時3時ぐらいまでトイレとベッドの往復でしたけども、お腹が痛くて、お腹の中でも空になるまでずっとトイレとの往復でした。まあ僕昔直腸がんをやってるのでまあ治ったんですけども、まあ完全に健全な状況には戻りませんよね。週に1回か2回ぐらいはこうしてお腹の調子が悪い時がありますね。まあこれはもう完璧には治らないかもしれないですね。まあそれでもまあ割と普通に健康に生きてるので、まあありがたいことですね。まあこうしたけども、まあ一人暮らししてもう3年以上になりましたけど、まあ娘が一人いるんですけども、連絡がなかなか来れなくて、LINE はよく入れてるんですけどね、全く返事くれなくてですね、まあ既読にもならないという状況がよく続いてますね。まあもう20代も候補になってき26になったので、もうちょっとなんか対応してほしいねんけど、今の子は何なんかな。僕は別に娘に対して、悪意も持ってないし、いじめたこともないから、親父さんうるさいなでもええし、大丈夫だよでも何でもええし、変えてほしいんですけども、変わしてくれませんね。まあ遊ぶの忙しいやろうけども、親の気持ちをちょっとぐらい考えられる子になならば、あパパ元気ですよとか、あお父さんうるさいでもええから一言でも返すべきじゃないでしょうかね。僕はそういうふうについ思いますけど、まあこれは愚痴じゃなくて、若い、リスナーの方も お父さんもお母さんも僕と同じような方も同じような気持ちじゃないでしょうか。せめて親子お兄弟ぐらい仲良くしないと心が殺伐すると思うんですけど、皆さんどう思いますか。ということで4曲目、やっと歌いますね。小倉圭さんの時歌います。街角で偶然に出会った、とてもとても遠い日、ほんの少し首を掲げて微笑む癖覚えていました。手にすくった巻き貝に聞こえた白い潮騒が、あなたの周りに聞こえます。時に長さがあるなんて誰が決めたのですか。僕はあの日の君の姿、今も見つめることができるのに。街角で偶然に出会った、とてもとても遠い日、君の好きな色は変わらず淡い紫でしたね。いつか手紙に書くはずの朝まで探したことの葉は、今でも心に住んでます。時がすべて流すなんて誰が言ったのですか。一人逃げた冬の海の波の冷たさが僕の手の中にある。街角で偶然に出会った、とてもとても遠い日、幸せを尋ねる戸惑い、どうしても聞けない僕です。
開いたばかりの花の角、春のろやかな広がりがあなたの周りにさざめいています。時は元に戻れないと誰が決めたのですか。心の中の憧れが今も膨らんでいると感じているのに。いや、心は年を取らないよね。小倉圭さんの時凪でした。皆さんもますます元気、ますます精進していきましょう。凪でした。